の仕掛けは様々なタイプがあります。私が好きなのはこの3本針のタイプ。巻き上げ途中でハサミや尻尾に絡みつくことあり、信頼度が高いのだ。18時30分から仕掛けの準備して、竿は2本、18時57分には1車庫目、19時20分、2車庫目、なんか調子いいぞ、家族分釣れればいいや、と思ってたので、4の倍数で12車庫行けばいいな。やった。ダブル。19時35分、ダブル、もしかすると海底は、車庫だらけの予感。こんな風に、竿先を眺めて、シャコが磯目を巣穴に持ち帰るのを待ちます。シャコ釣りはのんびり町の釣りのイメージでしたが、今日は様子が違います。なんか大物釣れたのだ。シャコダブルのような重量感、ガザミって浮遊しているイメージでしたが、ちゃんとそこで餌を探しているんですね。のんびり釣りでイメージしてましたが、クソ忙しい釣りになりました。20時27分、2時間で目標の12車庫達成。今年は当たり年かな。なんかぶっ壊れモードなんですけど、イワシの死骸で増えた。とにかくすげえ釣れる。21時29分、24車庫、もうバケツパンパン、パンパンなのだ。最終34車庫、25時に終了しました。